国立スポーツ科学センター国立西川岡サッカー場。西川岡サッカー場は東京都北区の国立スポーツ科学センターにあるサッカー専用の球技場である。施設は独立行政法人日本スポーツ振興センターが所有しており JSC が運営、管理も行っている。正式な施設名称は国立スポーツ科学センターサッカー場サッカー場である。 東京都中央区に本社を置く味の素が命名権を取得しており、2012年5月1日から味の素フィールド西ヶ丘の名称を用いている。連合国軍最高司令官総司令部に接収地、された東京兵器補給省の第一地区が返還された後の用途として国立競技場の建設が決まり、国立西ヶ丘運動場と合わせて競技場として整備されたものである。 当初は総合球技場として整備されたが、後にサッカー専用となっている。国立西側丘運動場は後に閉鎖され、跡地に国立スポーツ科学センターとナショナルトレーニングセンター中核拠点が建設されており、トレーニング拠点としても活用される。天然芝ピッチの紙辺を一層式のスタンドが囲む。メインスタンドとバックスタンドは、 全席戸籍だが、屋根はメインスタンドの一部にしかない。サイドスタンドは座席はあるが、原則立ち見席。収容人員は7258人。大会本部や選手控室などの所室が南側サイドスタンド下にあるため、選手入場の際にはメインスタンドと南側サイドスタンドの間から入場する形となっている。二千十一年十二月、JSC は 国立西ヶ丘サッカー場の命名権を公募した。2012年5月3日、味の素が国立西ヶ丘サッカー場の命名権を取得する契約を JSC と締結した。2013年5月1日からの5年契約で味の素フィールド西ヶ丘の故障を使用している。なお、J リーグや日本サッカー協会は味フィニッシュの略称を用いている。 命名権による名称味の素フィールド西川岡に関するカテゴリー。ありがとうございます。